別れたいって何？金のことはバラすけどそれでもいいの。出馬するのに裏金問題があるのはまずいんじゃない？選挙を邪魔する奴には消えてもらうし。わかんないよそれじゃ。じゃあバラすけどいいの？あなたは会食の途中でホテルの駐車場で美咲と口論となり殺害。ひな子、まずいことになった。すぐに来てくれないか。ホテルの駐車場に10分しか止まっていなかった不審な車はひな子の車でした。小山はそのまま会食に戻り、ひな子は8キロ離れた河川敷に遺体を遺棄した。